綺麗な涼しいオフィスで座り心地の良い椅子に座って人生の愚痴をこぼしていませんか？世の中にはあなたと大喜びで職場を取り替えたいという人もいるのですよ。さあ、これからご紹介するうちのどの仕事と自分の仕事を取り替えたいか選んでみましょう。ポルノ映画館の清掃人。このような仕事に利点を見つけられるのは、無料で提供されるハレンチ映像を一日中鑑賞できるという幸運に感謝する煩悩あふれるティーンエイジャー以外にいないでしょう。その他の方々にはこの深い極まりない重労働は到底耐えられるものではありませんから。考えてもみてください。毎回の上映後には使い古した自分のモップを手にホールに向かって、席の下や上に残っているベトベトするシミを拭き取らなければならないのですよ。この不潔な仕事は明らかに潔癖症の人向けではありません。その上、こういった映画館の観客も普通の映画館にいるような観客ではないのです。ここでは出くわさない人種というものはいません。さまざまな類の変態もいれば、上映中に肉欲にふけることを決め込んだ恋人たちだっています。コンドームやジョージのシミを愛する方々はこの仕事をご検討ください。どうぞ焦らないで列を作ってお並びください。各種ふんだんにご用意しておりますので。バッキンガム宮殿の衛兵。バッキンガム宮殿の衛兵はイギリス軍の中でも最もついていない職業だと言われていますが、それもその通り。一般的に広まっている噂にビーフイーターという通称で呼ばれるロンドン島の衛兵は贅沢に暮らしているというものがあります。実際のところこの任務は退屈で過酷なものです。兵士たちは一日のうちの数時間を自分の制服の手入れに費やし、さらにピカピカになるまで靴を磨き上げます。見苦しい身なりに対する最も一般的な罰は勤務時間の追加。涼しい廊下を歩き回って室内を移動するには飽き飽き？それともたっぷり水を含んだバケツを両手に持って廊下に立たされるような罰はあなたの中に物食いノスタルジーを呼び起こしますか？これはあなたのための特別オファーです。取得するために申請書の記入をお急ぎください。動物のマスターベーション担当。科学の殉教者たちの間で特別な地位を占めているのが動物のマスターベーションを担当する人々です。研究者たちが実験のために動物たちの精液を必要とするとき、彼らの手助けをするためにやってくる不幸せな勤労者たち。彼らは科学の進歩のために動物たちを満足させる義務を背負っているのです。マスターベーション担当者たちが使用する専門器具セットはそれほどかさばるものではありません。直腸越しに前立腺を刺激するための資料的必要の電気棒や人工膣、または昔風に手を使って採取を行うこともあります。動物が好きですって？本当に？でしたらもう私が何を言おうとしているかお分かりでしょ。あなたの夢は叶いますとも。さあ、今すぐ人事部まで駆け込んでください。カルカッタの下水道清掃人。清掃人たちは常に地下で水、汚物、排泄物からできたヘドロに使っています。清掃道具はクワとバケツ。仕事内容は下水道に生じるゴミの除去。下水道の格子にたまった気持ちの悪い堆積物をクワでこそぎ落とし、収穫物をバケツに集め、ロープに結びつけて地上の同僚たちに送ります。月給は約$100。わかりますとも。きっと皆さんのうちのほとんどの方が
高い給料だと羨んでいることでしょう。だってこの給料で新型のポルシェを1台買うのにたった200年しかかかりません。でも皆さんの羨ましく思う気持ちもわかります。ポルシェは本当に豪勢な車ですから。マラリアの闘士。ゾッとする仕事をもう一つ紹介しましょう。これは科学と直接つながりのある職業で、マラリアの闘士たちです。ウイルスの媒介者であるハマダラ家族の蚊は明るいところは飛ばず、網製の罠にも引っかかりません。この蚊をおびき寄せるのは血だけで、不運な学者たちがこの仕事に取り組んでいます。よい、マラリアを媒介する蚊が群れをなして空中を飛ぶとき、被験者たちは群れの中心に座って、いくら蚊に噛まれようともひたすら耐え忍び続けます。ベテランのヘルツジラーは1週間に2度3時間にわたってこの仕事に取り組み、毎回500匹ずつ蚊を捕まえていました。実験のたびに噛まれた回数は約3000回。当然のことながらマラリアにかかったこともあります。メスに優しく噛まれるのがお好み？熱烈なキスマークはあなたの勲章になると？それならアフリカ行き便のチケット予約しておきますか？仮設トイレ清掃人。最も嫌な職業の一つが移動式トイレの清掃人。多くの人々がやはり家のトイレを利用しようと努めますが、やむを得ぬ事情により定期的に仮設トイレに駆け込まなければならなくなる人々もいます。清掃人はタンクと真空ポンプを使って便器下の満タンになったタンクを空にし、撒き散らされた使用済みのトイレットペーパーの塊を集め、汚れた壁などをすべてホースで洗い流さなければなりません。通常一つのトイレにかかる清掃時間は数分。というわけで、一人当たり10から60機のトイレを清掃できる計算です。ですが、彼らの間にも労働会議や討論会などが開かれているはずです。戸外での仕事は一番不潔であっても構わないでしょ？どうです？こんな仕事に就こうと思いますか？動物の餌鑑定人。動物の餌鑑定人？もしかしてこれこそ何年も大学で勉強してでもつきたい夢の職業なのかも。これはどんな仕事なのでしょう。鑑定人は定期的にペット用の缶詰のサンプルを開けて匂いを調べて食べるのです。プロの餌鑑定人はどのような香りを一般的に動物が好んだり嫌がったりするか嗅ぎ分けられる能力を持っています。あれこれと長く思い悩む必要はありません。この仕事に対しては相応の報酬が支払われるほか、餌の製造業者の主張によれば、ツヤツヤの滑らかな毛並みと一日中おもちゃのボールを追いかけ回したくなる元気もプレゼントするとのことです。あ、それとどんな寄生虫ともさよならできるんですってね。車に轢かれた動物の清掃人。運転手のほとんどは道路で轢き殺してしまった動物の死体をわざわざ車から降りて片付ける必要もないと考えています。もし小動物を轢いたということなら気にも留めないでしょ。ですがもし道に大きな牛かヘラジカの歴史体が横たわっていたとしたら、これは見過ごせない問題になってきます。不快な臭気、伝染病の拡散、大きな動物の歴史体にぶつかることにより発生する衝突事故。そのため交通局は専門の職員を雇い、道路のパトロールと血だらけの動物の歴史体の回収業務を任せているのです。これはちょっとした提案ですので、核は考えないでください。ですが私にはどうしてか、先ほど登場した餌鑑定人の方々にこの仕事はアルバイトとしてもってこいなんじゃないかと思えるんです。仕事は仕事ですからね。猿追い係。
サファリパークには必ず男性が勤めるという尊敬と忌避の念を集める職業があります。猿は根っからの車好きです。猿たちは車の屋根に登ってドライブを楽しもうとします。一方、猿追い係は長いステッキで武装し、屋根の上から猿たちを追い払う任務を背負っています。燃えるような太陽の下を8時間にもわたってこのすばしっこい生き物を追い回します。すぐに履歴書を送りましょう。猿流の罵詈雑言と彼らのようにうまいこと糞を投げられるという方は大歓迎ですよ。まあこれで全部といったところでしょう。このリストがあなたの職業選びに十分に役立つことを願います。退屈なオフィスの日常はお忘れください。皆さん、学校や大学で勉強がよくできる必要はありません。今日にも始められて学位なんて必要のない仕事がたくさんあるから、宿題や退屈な教科書になんてさようならです。さて、これ以上あなたを引き止めるのもよしておきましょう。そろそろ履歴書の用意に取り掛かる時間ですからね。では、良い仕事に出会えますように。